わけで相変わらず自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、いや、続々と徒歩の旅出発に向けての装備品届いてますよ。というわけで買ってまいりました。それがこちら、ダダーン、アマゾンで買ったいろいろです。というわけでね、徒歩の旅に持っていくものとして MacBook Air だったり、 MacBook のカバーだったり、とケース、そしてポータブル電源、そしてソーラーパネルなどいろいろ購入したんですけれども、今回はね、徒歩の旅に持っていくものを購入いたしましたので、開封してまいりたいと思います。というわけでね、徒歩の旅に際し、なるべくね、身軽で行くのがいいんじゃないかなっていうことで、MacBook の方もですね、トラックパッドでなんとかやってこうかななんて思ってたんですけれども、やっぱりね、長年マウスでやってたっていうことでね、なかなか慣れなくてですね、もうついに、こちらの薄いマウスをですね、購入したっていう次第でございますね。そして、この徒歩の旅に欠かせない動画、それを撮るのにね、まあ基本 iPhone で動画撮ってこうかななんて思ってるんですけれども、その iPhone のですね、三脚、このご時世ですんで、TikTok や Instagram のリール、YouTube、ショートなどの動画も上げてこうかなっていうことで、縦型にですね、動画を撮る機会も多いんじゃないかなっていうことで、なんかいい三脚ないかななんて探してたところ、このね、マグネット式の三脚があるっていうことでね、それだったらね、横だろうが縦だろうが、携帯をこれにくっつけられるなっていうことでね、購入した次第なんですけれども、果たして私のこちら iPhone ですね、ケースをつけたままくっつくのか、ちょっとねやってみたいと思いますよ。はい、ドキドキの瞬間どうなんだ。あ、くっついたあ、ちょっと不安ではありますが、いや、横にするとダメだな。縦で撮るときはいけんのかな。はい、というわけでね、なんとか横向きでもつきますね。ちょっと揺れたりすると心もとないですけれども、このケースをつけててもくっつくということで、とりあえずはね、これでやってみて、ダメだったらこちらをね、使ってこうじゃないかななんて思ったりいたしております。はい、まあ、こんな感じでね、挟むやつの方が安定するんじゃないか説ありますけれども、というわけでね、今回は三脚とマウスを買ってみたという動画でございました。というわけで、皆様も徒歩の旅に行かれる際には参考になさってみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は徒歩の旅へ向けての装備品、マウスと iPhone 用の三脚買ってみたよという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。